3の10です。I don't think I can meet you at 6 tomorrow night because we have a lot of extra work this month. Probably, なんとかってことですね。明日の夜6時に会えそうもないなと。ちょっと今月はたくさん余計な仕事が入っちゃってるからと。まあ、余計なというかね、エクセトラな仕事が入ってると。で、probably、おそらく、まあ、その時間はっていうことですよね。だから未来形になってないとおかしいかな。で、未来形になってるものは1か2しかないね。で、1と2どっちがいいんだろうってことなんだけれども、2にしてしまうと、これ単純な未来形になっちゃうんで、ずっと働いてるよと。まだずっと働いてるよ。いつ終わるかわからんよと。ずっと働いてるよと。うん。この時間の話とかにはならないですね。明日のこの時間はっていうふうに表すためには、ある程度その狭くないといけない。なんで、その時間、まあ、ちょっと継続している状態が続いているよってことで、こっちの方がいいでしょうね。2番にしてしまうと、ね、ずっとこれからも働くよ、これからもずっと働いていくよってことになっちゃうんで、ちょっとニュアンス違いますね。